ニトルフェンは、ジフェニルエーテル系薬剤の一種。かつて農薬として用いられていた。アメリカのロームハース社が開発した薬剤で、日本では1963年1月23日に農薬登録を受けた。ニップの商品名で、水田の伸びえや野菜畑やゾ林リン内畑の一年生雑草に対する除草剤として使用されたが、 1982年6月30日に登録執行した。欧州連合でも1988年までにすべての国で使用が禁止されている。半数致死量はラットへの蛍光投与で 740mgkg、ウサギへの経費投与で 5000mgkg。皮膚や目に対する刺激性があり、曝露によりヘモグロビンや白血球の減少。 中枢神経障害などの症状が見られた。国際眼研究機関では発眼性についてグループ2バイトに分類している。ラットやマウスを使った動物実験では、危険や死残が増加した。ミジンコの一種での48時間半数致死濃度は0 2 1 6ラム l 水生動物に対する毒性が強く、魚類などで生物の縮が起こる。可燃性であり、 燃焼により有毒ガスを生じる。ありがとうございます。